はい、皆さんはどっちです。2018年の4月の2日、19時34分です。よろしくお願いします。まったり行きましょう。まったり。よっしゃ、じゃあオープニングソング歌おうか。オープニングソング、よいしょ。最近ギター触ってねえかんな。みんなが大好きな俺の歌を聴かせましょうか。ギターの弦張り替えたからね、すごく調子がいいんですよ。ささやかな喜びをプレ
た手で書き上げた。あの手紙はすぐにでも捨ててほしいと言ったのに、少しだけ眠い冷たい水で閉じ開けて、今せかされるように飛ばされるように通り過ぎてく。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。いつかまたこの場所で君と巡り会いたい。どんなに歩いてもたどり着けない、心の雪で濡れた頬、悪魔のふりして切り裂いた歌を、春の風に舞う花びらに変えて、ピッツのチェリー。君を忘れない、曲がりくねた道を行く。きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。ささやかな喜びを潰れるほど抱きしめて、ずるしても真面目にも生きてゆける気がしたよ。いつかまたこの場所で君と巡り会いたい。ありがとう。スピッツのチェリーだね。もう一曲、今は彼女はどこにもいない。朝早く目覚ましが鳴っても、そういつも彼女と暮らしてきたよ。喧嘩したり仲直りしたり、ずっと夢を見て安心してた。僕は Daydream Believer、 そんで彼女は Queen。 でもそれは遠い遠い思い出、日が暮れてテーブルに座っても
今は彼女写真の中で優しい目で僕に微笑む。ずっと夢を見て幸せだったな僕は。Daydream believe 遊んで彼女はクイーン。ずっと夢を見て安心してた僕は。Daydream believe 遊んで彼女はクイーン。ああ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 。ずっと夢を見て今も見てる僕は。Daydream believe 遊んで彼女はクイーン。ずっと夢を見て安心してた僕は。Daydream believe 遊んで彼女はクイーン。ずっと夢見させてくれてありがとう僕は。 Daydream believe 遊んで彼女はクイーン。ありがとう。これはねセブンイレブンのテーマソングです。今和の清志郎さんといって、タイマーズの曲ですね。ありがとう。さて終わり。はい、おしまい。よいしょ。あっ、パチパチ、ありがとう。ただいま、ありがとう、花火ありがとう、あざす。まあ音楽はいいよね、音楽はいいよ。サンキュー、花火ありがとう。まあこれからの活動ね、どうやってこうかね、どうしてこうかね。どうしていこうか。ステッカー貼ろうかな、携帯に。ステッカー貼りたい気分だわ。和道ステッカー貼ろう。ステッカーどれ貼ろうかな。一番人気がある黒貼ろうか。歌はいいですよ。音程ね、昔から音程取るの苦手なんだよね。釣られるっていうか、前の音に釣られたりとか、だからハモリとかもできないんだよね。はい、おかえり。ただいまっていいね。おかえり。和道ステッカー貼ろう。どれがいい？これがいいか。これじゃなくて。
っこいいじゃん。よくない？荒野との音楽コラボは捨て頃終わったらまた再開しましょうって荒野に言ってもらえたけど、荒野最近どこで活動やってんだ？荒野見ないよね。荒野どうしてんの最近？荒野ふわっちやってんの？俺が見てないだけなのかな。荒野最近見なくない？他行ったの？他のサイト移行したのかな？どうなんだろう。やつはどこへ消えたんだ。やってないの？なんかあったのかな。落ち込んだりしてんのかな。YouTube の編集やろ。やってないんだ。ないか。何やってんだろうね。なんか嫌になっちゃったのかな、配信が。どうなんだろう。元気だといいけどね。悩んでるよね。金梅さんとマスターに住所と部屋番号されていて減らってたそんなんで減らったらダメだよそんなん序の口じゃないと。それじゃああかんよ。
それからやってないのか。なるほどね。こうや才能あるからね。早く復活しないかな。ここだと邪魔になるな。
トショップか。フォトショップじゃん、イラストレーター間違えた。ちゃん起きたの。いい子。
どうしようかはい、わざつー、いらっしゃい。
なにこれ、びっくりした。あ、なんだこれ。あ、よかった。作業だね。うん、生活保護完全マニュアルのロゴを作ろうかなと思って、まあ、雑談全然拾うよ。全然拾うよ。難関塾以降ドレさんに会った？いや、もう会うことはないかな。ドレさんとはもう会わないかな。もう多分お互い絡まなくなるんじゃないかな。一生も良くない？何のやりとりもないね。なんで？必要？なんでだい？なんかあった？方向性も違うしね、もう完全に。
いや、まあまあいいかなっていう。なんかドレス、もうなんだろう、ドレスさんはドレスさんでいいじゃん。俺は俺で。目指してるところが全然違うもん。だって。ドレスさんは配信者になっちゃったんだよ。俺はもともと、なんだろう、配信は好きだけど、なんだろう、配信者っていう、なんかこう、なんか、なんつうんだろう、その、なんかガチ囲いとかも気持ち悪いし、なんかここは、なんか俺らの世界とか、ネットとリアルとか聞いて気持ち悪いな、こいつらっていうのあったから、もともとそんなになんつうの、配信にどっぷりじゃないじゃん、俺って。あんまりね、そこに共感できないのよ。ネット民とかそういう言葉とかも、きついなぁと思ってるから。きつくない？実際。なんか。そこに関してはあんまりなんか共感できないんだよね。よくわかんねえわみたいな。だからネットはただのツールっていうのがあくまで俺の考え方で。そっから先に行くことはないと思う。うん。バカありがとう。だからその、なんか狭い世界でどんぐりの背比べしてるのがすごい嫌で。なんかただの道具でしょっていう。なんでそんなにその閲覧がとか収入がとか、もっと自由にやろうよっていう感覚かな。楽しくて自由で、それでいいんじゃないっていう。何をそんなにそのこだわってるのかよく分かんないというか。よく分かんないっていうのが俺の感想だよ。本当に。よく分かんねえわ、そのノリっていう。うん。弾丸塾の収録はたくさんあるよ。たくさんある、たくさんある。いっぱいあるよ。なんで？それこそもう、キリがないぐらいあるよ。バリバリ忙しいよ。めちゃくちゃ大変。
正式に決まったっていう、何が何が正式に決まったの。放送されるのが、いや、やってるよ。もう新しいのバンバン上がってるよ。うん。っていうか、もう上がってる。コンテンツどんどん新しく上がってる、上がってる。生放送はやんないよ、もう。まあ、なんか企業案件とかでかいの来たらやるだろうけど。今のところ予定はないね。もともとあれはだって動画の番組だから、収録の。放送はもうされてる、されてる。いや、だってね、いや、両方ともじゃん。メインとサブっていう考え方をしてなくて、全部俺にとってはつながってることだから、どっちがメインっていう考え方はしてない。だから仕事の比率はその時その時でやりたいことをやってこうと思ってんだけど、まあ今のところシルバーはどうでしょ、生活保護完全マニュアルでしょ、で弾丸塾っていう3本があるんだけど、弾丸塾に関しては、まあ、今一回落ち着いたから、でっかいイベントが終わったから、まあ、週に一回ぐらい、こう、ミーティングに行けば、仕事はこなせんの。だから、週一回8時間ぐらい使うっていうのと、生活保護完全マニュアルに関しては、月一回小川祐希さんとコラボをする予定だから、それも月一番組じゃん。で、まあ、シルバー和道に関しては、まだ打ち合わせてないんだけど、まあ、これから、その X さんとのスケジュールの兼ね合いで動こうとは思ってんだけど、どうなんだろうね。まだこれからどうしようかなっていう、このスケジュールをどうやって埋めていこうかなっていうふうに考えてる。あ、全然考えてないんだけど。時間は配信はなんか仕事っていうよりも、俺の感覚では、なんだろう、やってることをただ垂れ流すっていうか、神の目線でみんなが見てるだけだから、なんか垂れ流しちゃいいと思ってんの。そこがね、ちょっと違うかなと思ってんだよね。なんて言うんだろう。
ちょっと難しいんだけど、そこ伝えるのが、雑談だけの配信はやらないってことか。俺だから普段そんな感じじゃん。なんか、なんつうんだろうな。雑談だけっていうか別にやるんだけど、なんか、コメントがなかったら喋んないじゃん。だから、会話って感じだね。なんか話しかけられて、話し返すっていうか。で、あえて、その、なんだろう。まあ、みんなが黙ってる時は無言も楽しむっていうかさ。そういう感覚になってきたかな、だんだん。なんかこう、まあ、ちゃんと喋るときは喋るんだけど、乗ってないときに、喋ろうっていう気分じゃないときは、ただ垂れ流してもいいっていうのが俺の感覚。そう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 。なんかね、昔はね、その、なんか一つの放送に対してすごい熱量でやってたんだけど、これじゃあなんか配信じゃねえなと思って、配信の醍醐味ってやっぱ自由度だから、喋る時も喋るけど、みんなと一緒に過ごすっていう感覚っていうか、俺はね、全く放送見ないっすね。全く放送見ない。ほぼ見ないっすね。本当にほぼ見ない。で、リスナーさんから、和道のことこんなこと言われてたよとか、キャプられた YouTube の動画が送られてくんの。野田総理がこんなこと言ってるとか、ゆいがさんがこんなこと言ってるよって、DM で送られてきたのを、まあ、垂れ流して見てるから、基本的に自分の話題以外のことを、普通に話してる人はほとんど見ないね。見て、2分。2分だけ。だから配信を視聴するっていう楽しみは俺の中でないの。だからリスナーさんの気分があんまりよくわからないかもしれない。弾丸塾から新しい仕事を引っ張ってこよう。いやいやいや、それはダメでしょ。それってタブーだよ、ビジネスで。
絶対そういうことはやらない。まず俺の仕事観っていうのは、今与えられた段間職っていうのを完成させて結果を出す。でプロジェクトが一旦終わるわけ。その時に2で呼ばれるのか他で呼ばれるっていうのが俺は仕事だと思ってんの。要は今の仕事がままならないのに次の仕事をくださいっていうやつは俺はバカ野郎だと思ってるね。そうじゃない。要は結果も出してないのに他の仕事くださいっていうのはできないやつだよ。それはその例えばなんだろう、段間塾で評価されて仕事が終わったりとか、もしくはその仕事を途中で評価されて次のプロジェクトあるんだけどこっちもちょっと協力してくれないっていうのが、俺はそれが仕事だと思ってるの。あー、なんで見てるんだろう、逆に聞きたいよ。なんで見てくれてんのか聞きたいぐらいだよ。おー、はっさくさんありがとう。はっさくさんド M に変わったんだありがとうバーガー、ありがとう。だから仕事はなんつうんだろう、その評価されて初めていただいた方がいい仕事になると思ってる。うん、声はかかってる。はい。はい。だけど、要は不義理にならないように気をつけてますね。要は、かかってるけれども選んでるよ。まあ、いろいろあんのよ。解像度を下げる方法ってどうやってやるんだろうな。まあ見てもらってなんぼだから嬉しいよね。解像度を下げるってどうやってやるんだ。これかな。癖なんだ。嬉しいよ。ありがとう。だからみんなとはなんか一緒に生きてるって感じだよね。だから お客様扱いっていうのもあんまり好きじゃなくて、パートナーっていうか、なんかまあまあなんか一緒に生きてる人っていうか、そんな感覚俺の中では。はい、ワダツいらっしゃい。
バドーワールド、なんかそのね、俺ね、なんだろう、とある配信者がいて、その全く喋らない配信者を実は発見したので、一回ニコ生で3年ぐらい前にブワーって喋ったんだけど疲れちゃって、このスタイルだと一生続けること無理だなって言った時に、その人の配信見たら、まあふわっちも配信やってる人なんだけど、ただ喋らないでゲームしてたりとか飯食ってたりとか、もうコメントすら読まないので、まあ成り立ってたのよ、その人の配信が。もう普通にポケーっとしてるだけみたいな、お酒飲んでるだけとかで、ああこういうやり方もあるんだなと思って、俺真似たらすっごい楽になったの。だからね、そのパクったって言ったらパクったんだけど、とあるね配信者がね、あのなんていうのかな、あこの人のやり方真似てみようってなったの。だからもういいんだって、配信ってテレビじゃないんだっていう。そうそうそう、そっからねもうあんまりこだわらなくなったね。なんかそれで成り立つんだなみたいな。こんな感じかな。なんか生きててさ、ずーっと面白いことが続くわけじゃないじゃん、どう考えても。人生っていろいろあるわけじゃん。絶対にずーっと楽しい人生なんかありえないと思ってるから、まあ、それぞれがそれぞれ何かがあって、まあ、たまにいいことありゃいいわけですよ。でしょ、まあ、そんな感覚にはなったかな。そこまであんまり気張らなくていいんだみたいな。友達の家とか行くのに気使わないでしょ。
最近暑いどころじゃないでしょ。おかしいでしょ。おかしいでしょ、あれ。あれ、つうか。おー、気が狂いそうで、本当に。すごいよね。暑いの嫌いだから。春と秋が好きなの。春と秋が消えてるんだよね、俺の中から。どうした？おっしゃ、いい感じのできた。生活保護完全マニュアルのロゴができたよ。かっこよくない？かっこいいでしょ。生活保護完全マニュアル、シャープさん。これ、かっこよくない？なんか、どうよ。なんかアメリカのさ、ドラマのさ、ジャケットみたいでしょ。どうこれ。いいでしょ。最近デザイン凝ってきたでしょ。アダルティーな感じでいこうと思ってるから。だから、なんかね、配信は生活垂れ流しで、番組は企画っていう、制作する物っていうのを切り分けてるね。最近。ちょっとかっこいいでしょ、うん、今からアップロードするわ。よいしょ。シーズン3みたいな生活保護完全マニュアルシーズン3って、ね、なんかちょっと力入れるところそこみたいな。OK。なんかこう作る喜びみたいなもの最近出てきたかな。生活保護完全マニュアルも演者増やしたいんだよね。出演者誰かいい人いないかな。なんか演者を増やしたいなっていう。なんか結構ね、あれね、本当に問い合わせが一番多いの生活保護完全マニュアルなんだよね。本当頑張ってくださいみたいな。次が男官塾かな。結構ね、あの番組参考になるって楽しんでくれる人多いんだよ。頑張らないとなと思ってて。アイワードツで、生活保護完全マニュアルは終わったでしょ。なかなかいい感じだよね。
あとは、ロハコさんの、お葬式とかいうか、リップロハコ動画を先に作るか、捨て頃の動画を先に終わらせるか迷ってるかな。どっちが優先順位高いかな。捨て頃に関しては動画5、6個溜まっちゃってんの。で、ロハコさんは急ぎじゃないけど、ロハコさん追悼の動画作るか迷ってる。みんな、どっちが見たい？ロハコさん追悼動画と、どんな構成にするかね、ちょっと考えないとね、ロハコさんの動画は。ロハコさんが先か、OK。OK。ロハコさん先か。OK。じゃあ、ロハコさん先に作るわ。ロハコさん追悼番組。OK、わかった。ロハコさん追悼ね。どうしよっかな。ロハコさんの追悼番組。そうそうそう。いや、俺、前から思ってて、やっぱり忘れちゃいけないと思ってて。で、お墓参りとか、お墓ないんだよ、多分、ロハコさん。まあ、あるのかもしんないけど、わかんないし、ロハコさんの家族とつながりないから。で、おそらく多分人間関係的にお墓ないの。だからお墓をサーバーに作ってあげたいなと思ってて。いつでもなんかロハコさんのファンだった人に。ちょっとロハコさんの番組作るから、ロハコさんのリスナー集めよう。タイトル変えるわ。ちょっとロハコさんのリスナー集まってくださいっていう番組っつうか、やります。じゃあ一旦枠閉めますね。次枠にします。お疲れ様です。